で何の経験を積まないまま30になりましたよ、うん、でね親っていうのはいつか絶対死ぬんですよ、うん、ね、でその遺産相続もあるけど遺産相続もあの今厳しいです税金結構持ってかれますそれも使い尽くした後いよいよ本気で働かなきゃいけなくなった時にお前は路頭に迷うんだよ俺はそれが楽しみだおいちょっと待てよ一番怖えじゃねえかよこん中で一番怖いこと言うよ。